黒沢さんから、ウォシュレットの衝撃はむしろ外してほしい。ちょっとわかるなこれね。いっちゃん最初にお尻に当たる衝撃の水は、衝撃からいきなりど真ん中に行かれるとこっちの身が持たないんだよね。スイッチ押してもいいじゃいいじゃピシャッっていうなっちゃうから、ちょっと横一回外してこっちが君に合わせるって調節するから、もう衝撃いきなりファーストインパクトで真ん中行かれたらもうね、ヒャイが出るからね。ちょっとね外すなりね。そこなんか AI とかでさ、すごい制御されてさ、どんなところからでもまっすぐ、お前見んなよってなるもんね。お前俺のおけつ見んなよってウォシュレットに怒っちゃう。